の歌を聴いてくれる人がいるってやっぱり嬉しいな。バーチャルアイドル活動始めてよかったよ。希望の象徴か。僕ももっともっと頑張らなくちゃね。よーし、この調子で僕の歌を聴いてくれる子に会いに行くぞ。ではでは、次に会いに行く子は公平を期してコメントの中からランダムに選んでこの子に決めた。うむうむ、アリータちゃん、女の子か。わお、僕に憧れてアイドルを目指してるって書いてある。会うの楽しみだな。早速出発。